はい、皆さんこんにちは、スガオ TV 矢野俊チャンネルへようこそ。イエイイエイ。今日も生物の授業楽しくやってまいりましょう。今日は第2回目、前回ちょっと間延びした授業になってしまいました。皆さんに質問する時間なんかはちょっとカットしながらねやっていきたいと思います。ギュッと詰まった15分ぐらいでやりますので、何か問題を解いてねというところは一旦動画を止めて、問題を解いてからまた再生し直してください。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、改めて授業を始めていきたいと思います。今日は第2回目の授業、趣向を変えて、プレゼンテーションのシステムを実際にこう使ってやるのではなくて、この画面上のものを動かしてそれを見てもらいながら進めていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、では今日は第2節タンパク質の構造と性質というところで、細胞の生命活動の担いタンパク質という項目があります。でも線を引いてしまいましたけれども、人のタンパク質は何種類あるんですかと、人のタンパク質何種類あるんですかという質問がワークシートの方にあります。はい、ここにね、書いてあります。10万種類程度ということなんですね。じゃあ、これに関わる遺伝子どれぐらいなんですか、このページに書いてあるのでちょっと探してください。はい、探せたと思いますね。ちょっと色変えてみましょうか。人の遺伝子は2万個ほどだということですね。ということは2万あって、10万種類作れるということは、1つの遺伝子で平均何個ぐらい作れるの？そうですよね、割り算すればいいんで、まあ5個ぐらい作れるのかなって。これ見ると1つの遺伝子情報をもとに1から数種類のタンパク質が作られますよみたいなことが書かれてあります。はい、ということで、タンパク質10万種類もあるんだけれども、その一例です。ここにね、いろいろあります。免疫グロブリン、これ抗体として働く、今一番我々が必要としているものかもしれませんよね。入ってきた病原体をこうやっつけてくれるタンパク質ということですね。はい、あとチューブリン、微小管を構成、ナトリウムカリウム ATP アーセンね、ナトリウムとカリウム、これに輸送する膜で活躍してたりしますね。RNA ポリメラーゼ、ミオシン、こういったこともですね、随時こうページ数が書いてあるように、こういったタンパク質やってきますよという意味でございます。で、2つ目の質問、タンパク質はどのように作られるの、106ページを参考にまとめようなんてありますが、これは、生物基礎でも簡単に触れてるかなと思います。ちょっと106ページ見てみましょうかね。はい、106ページ見てみると、このあたりにね、簡単に書いてあるかなと思うので、この辺をまとめてくれればいいかなと思います。では、この辺はね、ちょっと時間をとって、5分ぐらいでまとめるようにしてください。本当は皆さんとね、これやり取りできると楽しいんですけどね。はい、じゃあ元のページに戻っていきたいと思います。はい、元のページに戻りましたけれども、タンパク質の構造という項目があります。タンパク質って何からできてるのかなっていうお話なんですけど、スポーツやってる人はね、わかるかもしれません、これが必要だよ、こんなものが入ってる飲み物食べ物結構あったりしますね。はい、ここに書いてあるようにアミノ酸です、ね、昔うちの学校の先輩にアミノ君って言いましたけどね、アミノ酸アミノ酸って呼ばれてました、余計な話をしましたが、アミノ酸って何種類あるんですかっていうことなんですね。タンパク質10万種類も作られるんだから、それだけアミノ酸の数も豊富なんじゃないかって思われがちですけれども、まあ、標準アミノ酸と言われるようなもの、
非標準アミノ酸なんていうね、キーワードも今出てきてますけれども、標準アミノ酸と言われるようなものは実は20種類ということですね。はい、ということで、20種類のアミノ酸からできております。じゃあどんな形をしてるんだろうねっていうことでちょっと見ていきたいと思うんですが、はい、こんな感じですかね。全部で20種類。グリシンから始まって、ヒスチジンというところ。ちょっと枠作っちゃいましたけど、これね、赤の枠と青の枠と緑の枠ね。これ皆さんの、あのワークシート、打ち込みながらやってる人はちょっと厳しいかもしれないけど、ワークシート、ノートとしてね、渡してると思いますので、簡単でいいのでちょっとここくくっといてください。グリシンからトリプトファンまでが一つのまとまりで、システインからグルタミンまでが一つのまとまりで、一番最後の断質が一つのまとまりみたいにして、まとめておくと後から、問題が解けるんじゃないかなと思います。超難問挑戦のところでね、解けるんじゃないかなというふうに思います。じゃあアミノ酸の基本構造ってどんな形してるんですか、ね、基本単位、タンパク質の基本単位、アミノ酸ということで、基本的な構造、こんな感じです。これね、枠が空いてると思いますので書き込んでみてくださいね。NH2、これをアミノ基。COOH、これをカルボキ式と言います。で、この2つが炭素にくっついていて、あともう一つ、炭素からね腕が出ていて水素がくっついてる。でもう一本が何か、ね、この R と書いた部分、側鎖と呼ばれるんですが、ここの種類が20種類いいでしょうかね。ここの種類が20種類であるということです。よろしいでしょうか。アミノ基、カルボキ式で、水素、側鎖と、炭素には4本のこう腕が出ていて、この側鎖の種類が20種類なんだよということです。わかりますかね。はい、で、ここにちょっとね、聞いたことある人もいるかもしれないけど、親水性とかね、疎水性とかね、あります、水が嫌いなんですね、反発する。で、親水性の方は水を引きつけるというものです。はい、超難問に挑戦は、アミノ酸はこの親水性のものと疎水性のものに分かれるけど、なんでそうなのか、資料集80ページなどを見ながら、考えてみようとあります。で、資料集じゃなくても構いません。Google 先生使ってもらってもいいですし、ぜひぜひ、インターネット等、サイト見てもらって、明らかにしてほしいなというふうに思います。調べていくとね、結構時間かかるかもしれませんけれども、キーワードとして、極性とかね、非極性とかね、出てくると思います。あとは、電化とかね、ようなキーワードも出てくるかなというふうに思いますので、ぜひともそういった言葉、ね、大事に、文章でまとめていただければなというふうに思います。ワークシートの方に直接打ち込んで送り返してくださいという話をしてますけれども、それがなかなか難しいという人は、手で鉛筆で書いてもらってですね、でそれを写真に撮って送ってもらっても全然構いませんので、どちらでも受け付けますから、ぜひ、自分なりにいろいろとやってみてください。でワークシートを動かしたらもうひっちゃかめっちゃかになっちゃったよっていう人は、いろいろとこうやってみて動かしてみて、で元の形にできるだけ整えるようにしてみてください。これも一つのね勉強だと思いますので、ね、頑張ってやってみてください。はい、ではその次のページ行ってみたいと思います。アミノ酸の結合というところですね。
アミノ酸一つだけだとこれタンパク質になりません。いくつもいくつもくっついて初めてタンパク質になることができます。でアミノ酸同士がくっつくことを何ていうか、ね、アミノ酸同士がくっつくことを何ていうの、はい、探してください。何結合、そうですね、ペプチド結合というふうに言います。水が取れて取れたところが合体するという仕組みです。あの化学基礎でまた習うと思うんだけれども、炭素は 1,2,3,4 本の手を常にこう出していると思ってください。で酸素は2本、水素 H は1本というのが基本です。で、炭素は見ると、はい、1,2,3,4 本ですね。で、水素1本ですね。で酸素2本ですね。炭素、ここの炭素は1,2,3,4 本ですね。じゃあ窒素は N は1,2,3 本、 N は3本なんですね。ということでここの結合 C と N の結合、水が取れて C と N が結合した、ここをペプチド結合というふうに言います。でこれがたくさんくっついてアミノ酸がたくさんペプチド結合したものをポリペプチドと言います。ちょっとね、動いてると分かりやすいと思うのでアニメーションで見てみましょう。はい、ペプチド結合は H と OH が取れて水ができる、でドッキングする、ここがペプチド結合です。はい、ポリペプチドは、はい、このペプチド結合がたくさんの、アミノ酸同士で起こっていくことです。これポリペプチドというふうに言いますね。さあタンパク質は、このポリペプチドがどんどん長くなっていって、で立体的にちょっと折り込まれたりしながら出来上がったもの、タンパク質というふうに言います。はい、それではワークシートの方に、ここね、各欄がありますね、ちょっと書いてみてくださいね。はい、H 結合とかペプチド結合とかポリペプチドというところを書いていただければなというふうに思います。はい、この構造、アミノ酸の並び方で、1本ダラ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 と並んでるのを一次構造というふうに言います。一次構造ですね。ぜひこちらも覚えていただければと思います。はい、1次があるんだったら2次もあるでしょうということですね。どれぐらいまであるの、3次4次構造まであります。このページ全体18、19ページに書いてあるのでね、ぜひ見てほしいと思うんですが、3次構造4次構造はね、比較的ささっと終わってしまうんですね。あとでちょっと触れますけれども、二次構造をちょっとね、見ていきましょうか。一次構造は一本の鎖ざーっと一本に並んだものを言いますが、それが部分的に特徴的な立体構造を持つと、二次構造というふうに呼ばれます。はい、2種類例が書いてあります。アルファヘリックス構造とベータシート構造です。アルファヘリックス構造、これアルファね、これベータね、ギリシャ文字っていうのかな、ギリシャ文字ですね。アルファヘリックス構造、ベータシート構造というようなものですね。で、これ、アミノ酸ここにありますね、それがペプチド結合をして、螺旋構造を描くですね、これをアルファヘリックス構造というんですが、なんで螺旋構造を描いてしまうのかというと、ここの点線のところね、水素結合って書いてあります。これがポイントなんですね。でこの水素結合って一体何なのかというようなところをぜひね、またこれ調べてほしいんですね。水素結合って一体何なの、教科書にもね、欄外に書いてあったりします。ここのね、部分に書いてあったりしますが、これ読んだだけじゃね、ちょっとわからないかもしれません。ポリペプチドにおいてペプチド結合によってつながる鎖を、側鎖に対して主鎖といい、アルファヘリックス構造やベータシート構造は主鎖内の CO と NH の水素結合によって作られる。つまり
先ほどの、このね、部分ですよね、主鎖内の、この辺りですねが関係してるんだよというようなことが書いてあるわけですね、CO と NH の水素結合ということです。だこの O と H っていうのは、引き付け合う、それは水のところでやりましたよね、皆さん調べていただきました。 H と O の方がどちらかというとマイナス2カテロ、 H の方がどちらかというとプラス2カテロというお話をしたかなというふうに思いますが、調べてもらったかなと思いますけれどもね、その辺のところは絡んでると思ってください。ここもぜひね、調べてもらいたいんですね。なんでこんな構造になっていくんですかっていうことをね、ぜひ興味持った人はね、水素結合調べてもらえるといいかなと思います。で、このような構造がたくさん集まってできたものを三次構造というふうに呼んでおります。はい。で、三次構造がさらにね、集まったもの、これが四次構造になるわけですね。複数のポリペプチドが組み合わさってとここに書いてありますが、三次構造を持つものがいくつか集まったものが四次構造というふうに呼ばれるものです。でこれもちょっ とムービーを見てみようと思うんですが、例えばミオグロビンというものですね。ちょっとあんまり動きは良くないですけどね。はい、螺旋構造アルファヘリックスがたくさんこうねありますけれどもね。はい、こんな形でしょうかね。まああんまりたくさん見てもあれなので、でもう一つ、ヘモグロビン、ヘモグロビンって聞いたことありますね。さあ一体、どの部分にあるんでしょう、ヘモグロビン。あ、答えが皆さんからね返ってきているように思います。赤血球の中にねヘモグロビンありますよね。はい、酸素運搬に関わるものがありますが、このヘモグロビンは、今さっき見てもらったミオグロビンがくっついて、できているということですね。これどうやって切るかな。これでいいですね。はい、ということで、ミオグロビンとヘモグロビン、ね、三次構造、四次構造、それぞれ三次構造の方がちょっとちっちゃめ、この三次構造がいっぱい集まったのが四次構造と思って、ください。はい、で、タンパク質の基本的なね、お話はここまで、になります。ですからアミノ酸がどんな形をしているのか、そしてアミノ酸何種類あるんですか、で、アミノ酸同士がくっついたのがこのペプチド結合ですよ。ペプチド結合をしてできたもの、一次構造、二次構造、三次構造、四次構造と続いていくわけです。はい、ワークシートに書いたもの、このキーワード非常にね大事なキーワードになりますので、ぜひ頭に入れてほしいのと、あと超難問に挑戦はぜひね調べてやっておいてほしいかなと思います。で全部終わっちゃったよっていう人はアルファヘリックスやベータシートの水素結合、これがこの構造のポイントになるので、なんでこんな形を取るのかっていうことをちょっと調べてみると面白いかもしれません。はい、ということで、今日はちょっとね、変わった形で授業をしてみましたけれども、このような形でね、進めていくのもありかなというふうに思ってます。いろいろな形で、授業に挑戦したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ワークシートぜひね、待ってますので、出来上がったら送り返してください。じゃあまた来週。